おはこんばんちは、案内役の春川亮です。麻雀初心者向け中盤でやることの簡単なご紹介です。麻雀を覚えたての方はこれからご紹介する3つで OK。 それでは早速行ってみましょう。受け入れの広い形を残す光景はたくさんあるので別動画でご紹介しますね。受け入れの悪いゴミを切り飛ばす。それでは切り優先度順に受け入れをご紹介していきます。まず最初にいらないのは円ちゃん待ちです。受けが狭く変化もしないのでドラに絡んでなければ端っこの1、10から切っていきましょう。次にいらないのは1、2、8、10たらみのカンちゃん待ちです。受けはペンちゃんと一緒ですが少しだけ変化があります。この図の場合4金を積もってくるとヤンメン待ちに変化します。これは嬉しいですね。最後は3から7絡みのカンちゃん待ちです。受け変化が両側からあります。内側からでも外側からでもヤンメン系に変化します。この時中盤ならば1個飛んでるパイを切らないでおくのがおすすめです。後継になる可能性を秘めているからです。その説明は後継紹介の動画で。中盤でやることの最後は頭候補を常に2つキープした状態で進めていくことです。よく見る頭候補はこんな感じ。3つだと多くて1つだと少ないです。序盤を終えて4つ以上あったらみんな大好きチートイツへ向かっても OK です。4つだとちょっと苦しいかもだけど、まとめると後継残して受け切って頭候補を2個キープ、これで中盤は問題なし。いかがだったでしょうか。長くなったのでだいぶ駆け足でしたが、この動画で麻雀が楽しく打てそうと思えたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。